まもなくニューヨークから一時帰国する予定の小室圭さんが大手法律事務所で働いていることが分かりました。ニューヨークの勤務先に入っていく姿をカメラが捉えました。小室さんがニューヨークなどアメリカ全土に5カ所の拠点を持ち、従業員350人以上が働く大手の法律事務所で勤務していることが分かりました。24日、法律事務所に入っていく様子や勤務先を出て車に乗っている姿を ANN のカメラが捉えました。小室さんが勤務する法律事務所は2008年以降急成長していて、ウォールストリートジャーナルは企業法務のエリート集団と紹介しています。小室さんは助手として最先端テクノロジー会社を担当しています。